ガルシアゲラ・フランシスコ・ガルシアゲラは、スペインのドミニコ会修道士で、メキシコ大司教、及び、第12代ヌエバイスパーニャン副王を務めた。ガルシアゲラは、パレンシア県、フロミスタで生まれた。刑事上学、進学、聖典学を学び、学者として、バリアドリードの修道院や大学で教えた。1606年に、メキシコ大司教のガルシアデ・サンタ。 マリアメンドーサが没したため、ガルシアゲラがその後継の大司教に任命され、1608年4月5日に大司教に除解された。1611年に、ヌエバエスパーニャン副王のルイス・レベラスコがインディアス数機会議長官に転任することになり、ガルシアゲラが臨時に公認の副王に就任した。しかしながら、馬車から転落したことが元で重傷を負い、 翌年2月22日にメキシコシティで没した。福王に就任した1611年6月19日から半年余りしか経っていなかった。短い福王期間の主要な仕事としては、メキシコシティの洪水対策としての排水工事のための予算を苦面したことが挙げられる。ありがとうございます。